ビル買わせるんです。うん、そうすればここは。自分が一番ゾクゾクするようなポーズに収めていくと。目ぶたのアングル、あの顔の向きとかすごい参考になりますよね。先生がやっぱ髪を張りやすいようにやってらっしゃるなというのをつくづく分かりました。
素晴らしいね。本当発展、我々発展のために素晴らしいものになると思いますよ。楽しみです。完成です。お疲れ様です。